はい、皆様こんにちは、こんばんは。グリード鈴木でございます。プレイステーション2、PS2 版カルタグラ、続きをやっていきたいと思います。ですね、前回動画を撮ったのってもう去年の、夏ぐらいだったと思うんですけども、まあ、その後、まあ、結局 PC エンジンの、アウトライブを完結させようと思いまして、PC エンジンをずっとやってたんですけども、まあ、結局その後、そのまま PC エンジンをメインにやるという体で、PS1 と PS2 のゲームを一旦ちょっと片付けてしまったんですよね。なので、結局このカルタグラも、それっきり、やらずじまいで、ちょっと、忘れてしまってました。ちょっとね、冒頭、前回のプレイとかですね、忘れてしまっていたので、ちょっと続きをやる前に、予習ということで、裏で冒頭部分をもう一回やりました。はい。で、今回ね、その、前回、ゲーム内の、2月6日の、最初の、主人公高城周吾が、前の上司、有島一馬という、まあ、警部だったかな、それから、市の、光月家という、お金持ちの家があるんですけれども、その家の、速度失踪事件というものを、ちょっと忙しいんで手伝ってくれないかと言われて、逗子まで行って話を聞いて、なんだかんだで、捜査依頼を引き受けてきたというところで1日目が終わりましたね。で、その後いろんな回想シーンとかあって、2月7日、翌日というところからのスタートとなりますね。はい。主人公高城周吾と、実はその失踪した女の子というのは、実は顔見知りというか、ちょっとした関係にあったんですよね。なので、終戦後の混乱でもう会うことはないと思っていたところに、実はその女の子が行方不明ですよという話が舞い込んできて、その捜査依頼を頼まれるという、こんな偶然があるんだろうかというね、そんな話でしたね。ところがですよ、その光月圭一郎という、依頼人の話によると、失踪したその息女というのはですね、もう死んでるんだと、変な話の依頼だったわけですね。戸惑いながらも捜査を引き受けてしまったわけですが、さてさてどうなりますことやら。
いやー、いきなり初音ちゃんです。いやー、この子が出てくると癒されますよね。もうほんとね、このカルタグラをやってて、この子が出てくるとほんとね、癒されますね。うん、俺が畳の上に体を起こすと、初音が心配そうに見つめていた。廊下を通りかかったら、修吾様のうなされる声が聞こえて。修吾は、なんだ、悪夢を見ていたんですよね。昔その厨子の、光月ゆら、ゆらとの別れ話を切り出したんですよね。俺は戦争に行かなきゃいけない、だから君とはもう会えないと、なんかそういう話で、そしたらまあゆらに首を絞められてしまったっていうシーンでしたよね。ああ、すまないな。仕事の邪魔してしまったかな。いいえ、修吾様のお世話も初音の大切なお仕事ですから。そう微笑むと、懐からハンカチを取り出す初音。失礼しますね。そして、俺の額を拭ってくれた。ひどい汗ですよ。修吾様、何か悪い夢でも。ここ数年、幾度となく繰り返してみる悪夢。しかしそれを初音に語るわけにもいかない。いや、何でもないんだ。俺は言葉を濁した。それより初音、朝ごはん、朝飯の用意をしてくれるか。昨晩戻ってからすぐに寝てしまったから。そうですよ。初音が声を上げた。咎めるような表情をする。畳の上なんかで寝てはダメです。お布団を敷かないと風邪をひいてしまいます。怒られてしまいました。初音の言う通りだ。この極寒の季節、布団をかぶらないで寝るのは自殺行為に等しい。ついたままだったし、だらしないのにも程があります。ひどいね。でも俺もたまにやっちゃうんだよ、電気つけっぱなで寝ちゃうの。ごめんな初音。それは分かっていたんだが、疲れが。呆れられてしまいましたでしょうか。初音は小さくため息をついた。こんな顔をされたらかなわない。以後気をつけるよ。初音、俺も反省しているから飯を持ってきてくれ。腹が減って倒れそうなんだ。はい、わかりました。すぐにお持ちしますんで待っていてくださいね、修吾様。生活してるで、修吾。ねえ、こんな天使がいてくれんねんからな。なんでしょうね、この本当にこんな生活をしているこの自堕落な男ね。なんかもう逆になんか苛立ちさを覚えてきますよね、主人公に対するね。主人公に対する感情移入どころか、これはもう主人公に対する妬みというかね。うん、いやー、なんかこのゲームやってるとそういうシーンがちょいちょい出てくるんですよね。うん。まあいいか。腕時計を見るとまだカズナが来るまでに時間がある。ああ、カズナね。今作のヒロインですね。で、失踪したユラの妹であり、まあそのカズナが、まあね、その、なんだろう、一緒に捜査をするっていうことに、
話はなってるんですよね。初音が置いていったのだろうか、卓上の新聞が目に入った。俺はぼんやりと記事を斜め読みする。どうやら上野の事件に進展はないらしい。町中に警戒が強まり、犯人も獲物を探すのに手間取っているためか。それとももう被害者が出ることはなく事件は終わったのか。ため息をついて新聞を置いた。この記事だけでは何も判断できない。情報が少なすぎるのだ。俺は畳の上に横になって初音が飯を持ってくるのを待つことにした。手際よく卓上に料理が並べられていく。卵は添えられた白いご飯、焼き魚、ナスと大根の漬物、しじみの味噌汁、質素だが手のかかった食事。ご飯と味噌汁から湯気が立ち上がり、香ばしい匂いに空腹が刺激された。なんだよ、飯してろかおい。それではシューゴ様、ごゆっくりどうぞ。食べ終わったらいつものように食器は部屋の外に出しておいてください。はーい。そう言って立ち去ろうとする初音。ああ初音、もうしばらく休憩しないか。一人で飯を食うのは味気ないからな。朝食の間、初音に話し相手になってもらうのが最近の習慣になっていた。あの、すみません。なんだ、仕事か？昨日から少し忙しすぎるように見えるが。昨夜の初音の姿を思い出す。もしかして雪城の誰か、音羽あたりにでも何か言われて。初音は少し言いにくそうにしてから口を開いた。小雪とセリ、脳裏に双子の少女が浮かんだ。そういえば最近あの子たちの顔を見ていないな。店に顔を出していなかったのか。はい、音羽さんがイライラしているのも多分そのせいだと。小雪とセリは音羽の妹分だった。しかしそれでは初音はいいとばっちりだ。うじゃく姉さんに言って注意してもらおうか。俺が言うと初音は少し困った表情で。大丈夫です、初音、お仕事は好きですから。まあ初音がそう言うのなら。はい、シューゴ様、心配していただいてありがとうございます。頭を下げると初音は部屋を出ていった。いや、俺は何もしてないさ。簡単に頼ってくれるなら俺にできることもあるかもしれないが。さて、そろそろ約束の時間なのだが。雪城の前の通りでカズナを待つ。腹ごなしも兼ねて通りまで出迎えに来たのだが、どうやらそれも無駄になりそうな雰囲気だ。あいつ道に迷ったな。まあ仕方ないか。あいつ見るからにあれな感じだったからな。うっかりとか粗相とか考えが浅いとか。ひどいこと言ってますね。また昨夜も降ったのだろうか、通り一面は雪に覆われていた。足元からじわりと冷気が染み込んでくる。
15分経過。カズナはまだ来ない。30分経過。カズナはまだ来ない。この寒い中、どうして俺はこんなところで突っ立ってなければいけないんでしょうか？ふと人生の虚しさが頭をかすめて、慌てて俺は頭を振った。これ以上ここで待っていてもいろいろと辛くなるだけのような気がする。部屋に戻ることにしよう。玄関を上がって自室に向かう。その時、おや、小雪とセリダ。初音は彼女たちが出てこないと言っていたが、出てきたんですね。はい、お兄ちゃま方ね、小雪とセリですよね。お人形さんみたいですね。注意してみると二人の衣服の端々は赤じみていた。二人ともどこに行ってたんだ？お前たちが来なかったせいでみんな困っていたぞ。二人は俺の言葉を無視した。ぼんやりとした目、壁に開いた穴のような正気の欠けた瞳、そして俺の脇をすり抜けようとする。おいおい、ちょっと待て。触らないで。俺が肩に置いた手を小雪が振り払った。平坦な声とは裏腹の鋭い動作。あなたたちのような魂の汚れた人間に体を触れられたくないの。汚れるわ、気持ち悪い。すごいこと言われてますけど。無表情にそれだけ言うと廊下の奥へ消えていった。俺はそれを 見送るしかない。侮蔑、嫌悪、拒絶、そんな表情が一瞬だけ小雪のうつろな瞳から覗いていた。まあちょっと明らかに様子が変ですよね。一体どういうことだ。彼女たちは以前から風変わりなところはあったが、それでも普通に雪城で暮らしていた。俺に対してだってあんな態度は見せたことなかった。まるで人が変わったような。泥で汚れた衣服、うつろな目、平坦な口調、それからあの不可解な言葉。ああ、シュウさん探しましたよ。おおっと、もう一人の癒し系リンですね。ついさっきお客さんが見えられまして、なんか異常に元気のいいお嬢さんで。あ、カズナ来ましたね。突然の凛の言葉に俺は現実に引き戻された。ああ、ようやくカズナが雪城に着いたのだ。双子の態度は気になるが、まずこちらの仕事を片付けなくてはならない。凛、手間をかけたな、ありがとう。いいえいいえ。ひらひらと手を振ると凛は先に立って歩き出す。そして俺の部屋の前に到着。なんでついてきたんですかね。何やら悩んでいた様子のリンが振り向いていた。ところでシュウさん、一つ聞いていいですか。どうしたんだ改まって。
ああ、構わないが。あの、カズナって子、シュウさんとどんな関係？ドストレートな質問が来ました。はあ？こんなところに用がある子には見えないし、もしかしてシュウさんと特別な関係だった？突然何を言い出すかと。ですね、このカルタグラですけれども、選択肢によってストーリーが、分岐していきまして、あの、まあ、要はマルチエンディングなんですよね。で、まあ、ちょっとパソコン版をプレイしたのが結構な昔なので、うすらぼんやりしか覚えてはいないんですけれども、まあ、いろんなエンディングがある中で、あの一本ね、あの事件解決に向かう、あのメインストーリーがありまして、でそれ以外の分岐、まあ、いわゆるそれ以外のエンディングは、まあ、ほぼほぼバッドエンドだったような気がするんですよね。あの、まあパソコン版はまあそれでも、まあ特定の女の子のエッチーシーンが見れたりとか、まあ、そういうのはあったんですけども、まあほぼほぼあの事件解決には至らずに、バッドエンドになってしまうような、なんかそんなエンディングだったようなっていう、なんかそんな記憶があるんですけど、まあ、実際どうだったかはちょっと怪しいですが、なんかそんな気がするので、ですね、今回あの動画に残していくのは、なんだろう、本編と言いますか、事件解決向けて、まあ言うたらトゥルーエンドですねを目指して、行きたいと思います。で、唯一ね、それ以外のエンドで、まあなんだろう、事件解決には至らないけれども、まあこういう終わり方も、まあある意味ありなんじゃないかと言えなくもない、そんなエンディングがありまして、まあ、それが初音エンドですね。まあね、初音とのエンドは、まあそれなりになったかな、まあこういう人生もありなのかなっていう思わせるようなエンドなので、今回まず最初に初音エンドを目指したいと思います。で、その後、本編を進めていって、最終的にトゥルーエンドを目指したいなと思います。なので、まあ、選択肢はなるべくそっち方向に進むんじゃなかったかなっていう選択肢を選んでいきたいかなと思います。実際ね、初音エンドとかトゥルーエンドにたどり着けるかどうかはちょっと、自信はありませんけども、なので、まあ、ここはですね、まあ、実際のところなんだろうな、あの凛に嘘をつく理由はないので、まあここは無難に本当のことを言うでいいんじゃないかなと。まあ凛に隠しても仕方ない、正直に話そう。仕事の話だよ、人探しの依頼でね。ああ、
いおじさんね。怖いおじさん？有島さんのことか。まあそうだな、前の上司の依頼だ。凛にも手を貸してもらうかもしれない。心しておいてくれ。ね、あちょっと。喜んで手伝いますよ。何でも言ってくださいね。まあ凛はそうですね、そういうところもちゃんと知っている間柄ということで、まあ仕事柄というか性格というか、凛の交友範囲は恐ろしく広い。その情報網を俺はなんとか仕事に使わせてもらっていた。それじゃあ凛、また後で。はーい。これですよね、凛といえばあーいですよね。はい、で勝名は部屋の真ん中に座っていた。おはようございます、勝名さん。早速ですが、例のものは持ってきていただけましたか？あ、はい。あ、なんか、どうだったかな。確か、カズナが初めて雪城に来たシーンで、なんか一悶着あった気がするんだけど。なくなっちゃったのかな？それとも記憶違いかな？なんか、カズナが確か雪城に来た時に、高城さん、こんなお店だなんて私知らなくて、どうしていいものや、なんかそんなやりとりなかったっけ？あれ？なかったっけ？まあまあいいか。って普通ですね。あれなかったかな。まあまあ、内袖からでいいのかな、茶巾袋を引っ張り出すカズナ。その中から茶色の封筒を抜き出した。失踪する前に撮られた光月由良の写真。5年以上も昔の写真なんてどれほどの役に立つかわからないが、それでも貴重な手がかりには違いない。ええ、ありがとうございます。俺は封筒を開けて中を覗いた。おや？その写真には額から目にかけて乱暴に包帯を巻かれた少女の姿があった。カズナさん、これは？私も父に話を聞いただけなんですけど、姉は10年前の事故で視力をほとんど失っていたらしくて。ああ、事故ですか。だから姉は外の世界をすごく怖がって、ずっと暗い部屋にこもっていたと。少女の目に巻かれた薄汚れた包帯、それは茶色く変色してほつれかけている。その包帯の汚さがユラに対する光月家の無関心を物語っていた。俺の胸中に苦いものが湧き上がってくる。もしかしたら彼女は土地の人間だけでなく実の家族からも疎んじられていたのだろうか。1年前の少女の姿を思い出す。ユラは自分の境遇についてほとんど語ろうとはしなかった。失明の原因になったという事故に関しても、まあ主語も聞かなかったのかもしれないですよね。だが今はそれについて考えるのはやめよう。とにかく捜査に向かわなくては何も始まらない。大丈夫です。これだけあれば十分ですよ。
高城さん、一刻も早く姉を見つけましょうね。カズナのこのやる気満々なところがね、まあ、かえって周吾にとってみれば、ちょっと胸が痛むよね。とその時、失礼します。おお、周吾様、お茶をお持ちしました。襖の向こうから初音の声が聞こえた。ああ、入ってくれ。お盆を持った初音がも、入ってきた。落ち着いた動作、カズナやナナには望むべくもない穏やかな佇まい。まさに宿所の鏡。好ましい。お客様、冷めないうちにどうぞと、カズナに茶を差し出す。私すごく恐縮です。対照的な二人。いいえ、それではごゆっくり。カズナの珍妙な態度に笑いをこらえながら初音が立ち去ろうとする。ああ、初音、ちょっと待ってくれ。紹介するよ。こちらは光月カズナさん。しばらく俺はカズナさんの依頼で動くから、初音も顔を合わす機会があるかもしれない。手を取って無理やり握手をするカズナ。ブンブンと激しく上下に振る。はい。初音引いてませんか。初音は困ったように微笑んでいる。傍から見ているとどちらが年上かわからない。カズナさん、そろそろ行きましょうか。茶を一気に飲み干すと俺は立ち上がった。茶を一気に飲み干そうとして、カズナは思いっきりむせた。すみません。むせながら何か言っているが、なんとなく無視することにした。そして俺は初音の方を向いて、それじゃあ初音、夕方には戻ってくるから。初音の穏やかな声に見送られ、俺は部屋を後にした。待って、高城さん、足早っ。雪城の玄関先で凛とすれ違った。あ、シュウさん、お出かけっすか？お気をつけて。ああ、ちょうどよかった。リン、これを。俺は懐から写真を数枚ほど出してリンに手渡した。この写真の娘だが、一週間ほど前、葵町のあたりをうろうろしていたらしい。それとなく情報を集めてくれないか。はいはい、了解っす。と受け取った写真を無造作に懐に入れる。話が早いのはありがたいが少々危なっかしい。いつもすまないな。考えてみると、リンにはいつも無償で働いてもらっている。少しぐらいは礼をしないとな。礼をしないと悪いな。そうだな、リン、後で何か礼をしたいから欲しいものを考えておいてくれ。いや、本当っすか？と言っても
俺の懐具合は知ってるだろ。あんまり高価なものは勘弁してくれよ。そんな分かってますって。そして子供のように目を輝かせる。余ったかもしれない。とりあえず凛の要求が俺の予算枠に収まってくれることを祈ろう。そういうわけだ。よろしく頼む。はーい。そこで凛はひそひそと声を落とした。でもシュウさん、急ぎの仕事なら姉さんに頼んだ方が確実ですよ。いや、あの人は忙しいだろうし、それに見返りに何を要求されるか、正直後が怖い。言えてますね。はい、あの姉さんというのはこの雪代の主、宇若姉さんですね。そういえばまだ宇若姉さん出てきてませんでしたね。雪代を出発する。捜査の開始だ。すみません高城さん、私またお見苦しいところを。息を切らしたカズナがようやく追いついてきた。気にしないで、もう慣れましたから。慣れましたから。俺は優しく微笑む。一人狼狽しているカズナを尻目に、俺は上野駅方面に歩き出す。まずは目撃者の話を聞きましょう。それからその周辺で情報を集めて。あの高城さん。はい。私普段はすごく普通の子で、でも高城さんに慣れたとか言われたら、私が変な子みたいな感じで、それは違うんですよ。普段はすごく普通の子で。俺には理解できない何かを必死に訴えてくるカズナ。俺は無言でカズナに背を向けると、上野駅へと歩き出す。見上げた上野の空は今日も曇りだった。無視ですか？そんな高城さん、待ってください。転ぶなよ。まあカズナ、こういうところがまたね、可愛いよね。目の前を流れる活気に満ちた人の波。俺は上野駅前の雑踏から離れ、歩道の端に立ってタバコをふかしていた。戦争も終わって社会がまともに動くようになり、復興と自分の幸福のために人々は忙しい。新しい時代の始まり。新聞やラジオはそんな文句を盛んに宣伝でいいのかな、宣伝していた。だけど全ての人に平穏が訪れたわけではない。事故に遭った光月由良は何かの理由で失踪し、上野には凶悪な殺人者が跋扈している。青い町では飢えた子供があふれ、わずかな金のために人を傷つける者は後を絶たない。止める者は己の地位を利用してますます声太り、貧しい者は隙あらば他人を出し抜こうと救急とする。あなたたちのような魂の汚れた人間に
と小雪の言葉を思い出した。魂の汚れた人間か、えらく時代のかかったセリフだ。雑踏に雪を踏み荒らされ、薄い汚れた歩道の上に俺は這い落として。高城さん、タバコの灰はきちんと灰皿に捨てないと。ほら見てください、あそことあそこちゃんと灰皿ありますから。ああその声に暗い思考が吹き飛ばされた。お見送りご苦労様。カズナのファン、青い町でユラを見たというその老人をカズナは見送りに行っていたのだ。ああなるほど。はい、お話を聞かせていただいた上にこんなにお土産ももらってしまいました。本当あの方には感謝ですね。と言ってカズナは有名デパートの印の入った紙袋を掲げてみせる。上野駅の構内で買ってもらったらしい。素晴らしい、カズナさん、良いファンをお持ちだ。そんな、私なんか全然まだまだで、あの方も私があまりに下手だから同情して。激しく謙遜するカズナを、目殺して、目撃者から聞いた話を心中で、なんだこれ。なんとかする。その女は青い町でも特に人気のない通りを一人で歩いていました。顔を伏せてこそこそと人目を避けるようにしながら、巫女装束というのでしょうか、あれに似た薄汚れた着物だけで、この寒さだというのにコートも着ていませんでした。髪に隠れてよく見えなかったけれど、目の感じが暗くて険しい感じで、なんだかちょっとと恐ろしかったことを覚えています。顔の造作でいいの？顔の造作はそっくりだが、カズナとは印象がまるで違っていた。だから彼ももしかしたら親類か何かだと思い、カズナに話を持ちかけたらしい。そうだろう。険しく暗い、この娘にそんな印象はありえない。それにしてもあまり目新しいことは聞けなかったな。まあ見かけただけという話だったから、それも予想の範疇だったが、巫女装束というのが気になるが、現状ではそれに関する手がかりがない。それから目撃者の老人にユラの写真を見せると、しきりに首を掲げて掲げていたか。よく似ているがわからない。高城さん。はい、どうしました？その人は本当に姉なんでしょうか？ああ、ここで、まあ正直まだわからないなっていう感じではありますけど、まあでもね、カズナの心情から考えると、まあこう言ってあげた方が、なんだろうな、希望を持てるというかね。
なんじゃないでしょうか。そうですね、他人の空似とは言えない、ね、他人の空似というにはあまりに共通点が多いですから。整形手術という可能性もありますが、その場合ユラさんの顔に似せる理由がわからない。まあ現状では彼女をユラさんと仮定して捜査を続けて問題ないでしょう。そうですよね、高城さん、私早く姉さんに会ってお話ししたいです。なんでカズマはこんなに姉に執着しているんでしょうかね。いや、まだ捜査は準備段階なので予断は禁物ですが、次はユラさんの目撃された場所へ出向きましょう。葵町ですね。あ、はい。上野の繁華街を歩く。昼時のせいか平日にもかかわらず人通りは多い。それでなくとも普段から露店や屋台が立ち並び、縁日のようなにぎわいを見せている通りなのだ。どうです、カズナさん、お腹が空いたなら屋台で何かつまみましょうか。それいいですね。あ、でもまだ私はそんなに減っていないから高城さんが決めてください。はい。なんだろうこのデート感。くそ、週5の野郎。そうですか。俺は通りを見回した。実は俺もそんなに空腹というわけではない。ほんの軽いものでいいのだが、目が合ってしまった。さてどうしよう。なんでここで選択肢が出てくるんでしょうかね。はい、買ってみる。買ってみる。行ってみますかね。そうですね、俺はうなずいて親父の屋台に向かった。それじゃあ買ってきますんで、カズナさんはここで少し待っていてください。あ、はい、ありがとうございます。親父の屋台は今日も客がいなかった。親父、たこ焼きを2つ頼む。それは同情か。なんでそんな卑屈なんだよ。はい。親父の客商売の人間とは思えないセリフに俺はかなりびっくりした。確かに俺の店は繁盛してねえよ。だがな、同情なんかするなよ。こんな声だったっけ。こんな声だったっけかな。俺も職人の端くれだ。腕は安く売りたくねえ。いや、ただお腹が空いただけなんですけど。俺たちはしばし見つめ合った。何ですかねこれ。わかった、あんたを信じよう。なんかあの無言の探り合いがあったんでしょうか。そう言って唇を歪めると
親父は鉄板に生地を流し込んだ。とりあえず俺はあまり余計なことは言わないようにした。あれ、親父？ふと屋台から昨日の新商品が消えていることに気がついた。なんだっけ、ロシアン焼きとかって書いてあったやつですよね。前回の動画、もしかしたらたこ焼き、でもたこ焼きのシーンありましたよね。ちょっと予習で冒頭部分をやり直してしまったので、はい、もしかしたらちょっと噛み合わないところがあるかもしれないですね。冒頭部分でそのロシアン焼きについて聞いちゃったんですよね。だからこの表示がもしかしたら出るのかもしれないですね。昨日あったあのなんとかっていうやつはもう終わったのか？親父はじろりと俺を睨みつけて。本当に良いものしか生き残れない。世の中の皆さんの方が賢いってことだ。はあ、なるほど、失敗したのか。ロシアン焼きはダメだったってことですね。はい、とりあえず俺はあまり深く追求しないことにした。そしてついにたこ焼きが完成した。ずいぶんなんか時間がかかったような言い方だな。ほら、持っていけ。あれ親父、間違ってるぜ。俺は3つも頼んでないけど。俺に渡されたたこ焼きは3つ目。サービスだ、黙って受け取れ。なんだよ、気持ち悪いな。親父はやれやれという顔をした。なんだか妙に腹が立った。あんたじゃない、あの子にだ。ああ、そういうこと。は？親父の指はぼんやりと口を開けながら俺を待っているカズナのことを指していた。お前恋か、池の中の恋か。彼女の演技はいいよ、癒される。ああ、有名人なんだな結構。そうなんですか。こんなところにもカズナのファンがいた。俺が知らないだけで、あいつは実は有名人なのだろうか。彼女によろしく言っておいてくれ。そんな親父の渋い声を背に俺は屋台を後にした。なんだか、あ、高城さん、お疲れ様でした。なんだかずいぶん遅かったですけど。やっぱり時間がかかってたんですね、たこ焼き。ええ、無駄に時間がかかってしまい申し訳ありません。まあ詳しく説明するのもあれなんで、とりあえず食べましょうか。ごちそうになります。カズナさん、それ2つ食べていいですよ。地元のファンからの差し入れです。まあそうなるわな。いえ、何でもありません、気にしないで。いや、ファン、あの人ファンなんだよって言ってあげればいいじゃん。そして真摯な瞳でじっとたこ焼きを見つめ。私が食べましょうと言いかけてカズナに包みをひったくられた。やっぱりいただきますから。今日は食べても平気な日だったって今さっき気がつきましたから。
なんだよそれ。そして気持ちいいほどの勢いでパクパクたこ焼きを食べ始めた。いや、あなたやけどするんじゃ。それはため息をついて自分のたこ焼きをつまんだ。親父のたこ焼きは特にうまくもなくまずくもなく、なんとも微妙な味だった。まずいわけじゃないんだったらうまかったでいいんじゃないの。はい、という打足。上野葵町。あ、これ聞き込みをしてるんですね。あ、お金をちょっと掴ませてっていう感じですかね。これでいいでしょう。一両日中には結果が出ると思いますよ。あの高城さん、もっと道に座っている皆さんに聞き込みとかいろいろとされないのですか。殺伐とした雰囲気に飲まれたのか、さすがのカズナも何やら怯えた様子。ああ、俺は辺りを見回しながら言った。この辺りの人間はよそ者に冷たいんです。常に傷を持つ者が多いので、私が聞き込みをしても正直に話してくれるかどうか。ああして顔なじみの者に金をつかませた方が早く情報は集まるんですよ。なるほど。まあ逆にわからないのは、どうしてこんな排他的な場所でユラさんが目撃されたのか。そうだ、5年の年月を経てどうして彼女はこの町に姿を見せたのか。まずそれを知らなければならない。これなんて読むの。宿なし、宿なしでいいのかな。都市の吹き溜まりのようなこの場所に、彼女は何を求めていたのか。一通り情報屋に声をかけた後、俺たちは少し休憩を取ることにした。ミルクホールと看板の出た喫茶店。上野らしくない洒落た内装にカズナはキョロキョロと落ち着かない。高城さん、いきなり失礼なこと言うんですけど、こういうお店って高かったりしますよね。ああ、まあ、この時代にこんな洒落たお店ってあんまりないのかもしれないですよね。安いということはないと思いますが、今日は私がおごりますよ。気にしないでください。ございます。私なるべく高城さんの負担にならないメニューを厳選して注文しますから。余計なことを気にせんで、ね、とメニューを射抜く勢いで凝視するカズナ。なんかこの、いや、もともとはあなたの父上が出した、調査費用です。私の財布は痛みませんので。先日図紙にお伺いした時にも感じたのですが、何かご家族と確執でも。昨日電車でも言いかけたんですけど。ああ、電車でよかった。電車なんだ。カズナには珍しく少し言葉を濁してから。私が小さい頃、父と母は離縁してしまいまして、疎遠になっていて。ああ、それでどんな話し合いが持たれるか
持たれたか知る由もないが、カズナは東京の母親に引き取られ、ユラは厨子の父親のもとに残され、そんな事情のようだ。だから私、姉さんが事故に遭っていたなんてことも全然知らなかったんです。その頃私は劇団の活動に夢中になっていて、姉さんのことを思い出しもしなかった。結局事故のことを知ったのは5年前の失踪の時でした。罪悪感だろうか、カズナの顔は暗く沈んでいた。何年も会っていない父から連絡があって、ユラはいなくなった。手を尽くして探したが見つからない。諦めろって。諦めろ、突然そんなこと言われて、私どうしたらいいかわからなくて。なるほどね。まあだから姉探しに執着してるんでしょうかね。まあ諦めろって言われて、はいそうですかにはならないよね。カズナは悔しそうに唇を噛んだ。なるほど。カズナの性格では圭一郎氏の冷淡な態度を許せなかったに違いない。光月家の確執はそんなところから始まっていたのだ。それでは昨日あの家にいた黒人は、確か涼子という名前だった。はい、涼子さんは父と母が離縁した後すぐに家に入った方で、多分2人が離縁した原因も。そこまで話してカズナは目を伏せてしまった。しかしカズナさん、いいのですか、私のようなものにそんな個人的な事情まで話してしまって。いや、聞いたのはお前やっけと、しばらく下を向いて考えてから。はい、構いません。高城さんにはお話しした方がいいと思ったんです。カズナは元気よく顔を上げた。どんな些細なことが捜査の手がかりになるかわからないですし。前向きだね。ええ、その通りです。俺が答えると、カズナは嬉しそうに笑った。それにですね、仲良くなるにはお互いのことを知るって大切だと思いますから。なんだこのお見合いかは、なんだお見合いかこれ。仲良くですか。はい、これから一緒に姉のことを探すんですから、そういうのって必要だと思うんです。そうなんですか。はあ、よかったら聞かせてください、高城さん自身のことも。カズナはまっすぐな目で俺を見つめていた。俺は言葉に詰まった。ユラとの約束、大陸で経験した戦争、1年前の事件の情景。1年前の事件の情景、1年前の事件の情景、1年前の事件ってなんだ。1年前の事件なんかあったっけ。1年前の事件の情景、1年前の事件ってなんだ。あれ、なんかあったっけそんなの。いや、ここまでの話でその1年前の事件とかっていうのは、まあ特に出てきてはいない、いなかったですよね。そもそも1年前の事件って何かあったっけ。あれ、全然記憶にない、記憶にないな。この作品の、まあ
続きというかその後の話である空の少女に出てくる主人公にはまあ、過去の事件がこういろいろとね心情的に尾を引いているっていうのはあるんですけど、高城周吾のなんだろう1年前の事件ってなんかあったっけか、ちょっと記憶にないな。なんだろう、すみませんがどうも私は自分のことを話すのが苦手で、気がつくと曖昧に言葉を濁していた。ああ、わかります、その気持ち。まだ知り合ったばかりですし、高城さんが躊躇するのも当然ですよね。うん、でも少し残念。そしてカズナはしばらく考えて、あ、それじゃあ一つだけお願いをしてもいいですか。すごくぶしつけなお願いなんですけれど。ええ、私にできることなら。これからは高城さんのことを周吾さんとお呼びしてもいいですか。それから私のことをカズナって呼んじゃってください。この際敬語も抜きでいきましょう。ほら、その方が親しくなるような気がするじゃないですか。シュウゴさん、いつからか他人との間に壁を作って生きてきた。しかし彼女の明るさはそれをやすやす乗り越えてくる。俺は戸惑っていた。わかりました。ああ、シュウゴさんまだ少し硬いですよ。もっと応用に構えて。ああ、そうだな。カズナの笑顔につられて笑ってしまう。とりあえず注文をしようか。また注文してなかったのね。また注文してなかったのね。席に着いてから結構時間経った気がしますけど、戸惑いは続いている。カズナはどれにする。だけどその感覚は不快なものではなかった。シュウゴの心がなんか溶けていく感じですねこれね、くそシュウゴめ。運ばれてきたコーヒーをすすりながらカズナの話に耳を傾ける。幼い頃に東京で見た劇がきっかけで演劇に目覚めたこと、東京での生活、貧乏だが毎日に張りがあって充実していること、今は端役しか回ってこないがいつか大きな劇場で主役を演じたいという夢があること、そんな平穏な時間に差し込む一筋の暗い影。ん？なんだっけ。なるほど、僕は感服したよ。目標を持って生きるのは実に素晴らしいことだね。ああ、なるほど、お前か。降参なき者は降進なしという言葉もある。周吾は反省して真面目に働けばいいと思うよ。まあそうね。まあまあ戸惑うよね。突然の侵入者に凍りつくカズナ。まあ気持ちはわからないでもないです。はい、そうですね。ん、どうかしたのかい光月カズナ君。初対面のはずのカズナを名指しするなら相変わらず神出鬼没の上に正体不明だ。お前どうしてカズナのことを右来てもしてたのか。クスクスと愉快そうに笑ってナナは空いている席に腰を下ろした。無断。シュウゴは無礼だな。僕
はこの店に入ってきたばかりだし、第一そんな下賤な趣味を持っていないよ。いや、急に初対面で横に座るやつも無礼だと思うな。そうだね、簡単に種を明かしてしまうと、光月和也君、君は先月の中ほど目白の劇場で夏の夜の夢に出演していたね。と、隣席からおっかなびっくり隣席からおっかなびっくり様子を伺っているカズナに話しかける。は、はい、私はハーミアでした。落ち着け、まあ無理か。激しくビビっている。まあ気持ちは怒り悪く。その時の客席に僕がいた。それだけの話で何の不思議もない。むしろ不思議なのは、今をときめく新進女優の光月和也君がどうして僕の冴えない兄と昼下がりのお茶を楽しんでいるのか。まあそれもわからなくもない。その点にあるのだが、よかったらどちらかが僕に説明してはくれないか。無然として答える俺。昨日も言わなかったか、有島さんからの依頼で彼女の人探しを手伝っている。聞いていないよ。僕の頭は入力した情報を決して忘れられないようにできているんだ。聞いていたのなら覚えている。確かに話してませんよね。ま、それはそれとして自己紹介が必要だね。光月和也君、僕は高城奈々、修吾の可愛い妹だ。以後よろしく。は、はい、ナナさんですね。こちらこそよろしくお願いします。必死な様子で頭を下げるカズナに、ナナがあれこさっき なんてルビ振ってやったんだっけ、応用にだっけ。なんかすでに上下関係が確立してますが。しかし修吾が僕の誘いを断ったのは光月君と一緒にいるためか。突然ナナがしんみりと語り始めた。何やら嫌な予感に胸が震えます。大切な兄を誰かに取られてしまった気分が、正直焼けてしまう。おいおい、気持ち悪いこと言わないでくれ。そうだね、愛してるよ、シュウ。思いっきりコーヒーを吹いてた、吹き出した。なあ、いい加減にしろ。そして立ち上がり叫んでしまった。ああ、叫んじゃったのか。 もっと大変だったね。店内の注目を一心に集める。他人の顔した。他人の振りしやがったこいつ。修吾さん、哀れるような目で俺を見上げる二人。っていうか畜生、俺が悪いのか。ナナ、趣味の悪い冗談はやめてくれ。ほらカズナはちょっとあれなところがあるだろ、信じちゃうかもしれないだろ。あれなところとか本人の前で言うな。私は普段すごく普通の子ですからね、はい、と叫ぶカズナを無視してナナに詰め寄った。だいたいお前こんなところに何しに来たんだ。まさか昨晩言っていた上野の事件を。正解、これは景品だよ。ドスンと厚手の封筒をテーブルに置く。今日は被害者の家族に会ってきた。新聞の記事ではいまいち不足だったからね。その調書と僕の事件に関する試験をまとめておいた。すげえ本格的なんですけど。事件に興味があるなら読んでおいてくれ。今日はこれを集合に渡しに来たんだ。
ナナの行動力は甘く見ていた。被害者の遺族に面会するなんて素人の領分を逸脱している。今のうちに止めておくべきだ。ナナ、ちょっと話を聞け。シュゴ、僕は忙しいからこれで失礼。コウズキ君、メジロの舞台すごく良かった。僕は君のファンになったよ。これ、ナナは察して立ち去ろうとしているわけですね。それでは二人とも、また近いうちに会おう。俺の静止も虚しく、風のようにナナは去った。シュウゴさん、万感な思いを秘めた目で俺を見つめるカズナ。いや、何も言わないでくれ。あいつもおかしな行動を取りたがる年頃なんだよ。多分。はい。そして俺たちは無言でコーヒーをすすった。劇団の練習に顔を出すというカズナと別れ、再び上野の一角へ向かう。ユラが目撃された通りを実際に見ておきたい。もう1週間も前のことなので何も痕跡が残っていないと思うが。日が暮れて雪もパラついてきた。昼間はあれほど、雑然としていた通りにも人影は少ない。みんな自分のねぐらに避難しているのだろう。日が落ちればそれだけ町には危険が満ちる。この辺りのはずだが、朽ちかけた掘っ立て小屋か、朽ち立てた掘っ立て小屋が、街路の両端に並んでいる。路地裏には放置されたゴミがあふれ、しょんべんのような匂いが、鼻こうを刺した。この界隈でも最悪の部類に入る地区。次第に強くなる雪の中をユラの残影を求め、あてもなく歩いた。その時、俺が歩いていた路地の向こうから、聞け、汚れた世界に住む者たちよ。何でしょう。今、選択の巫女が新たなる救いの道をお示しになられたのだ。選択の巫女が出てきましたね。その鋭い声が俺の耳に飛び込んできた。なんだ。それに続くように人々のざわめきと激しい何事か言い交わす声。行ってみるか。今、滅びの予言は着実に成就されつつあるのだ。互いの肉を喰らい合う獣、黒い翼を持った天の御使い、これらはやがて訪れる破滅への予兆である。お前たちが悔いを改めるのは今しかない。朽ちかけた掘っ立て小屋の隙間のぽっかりと開けた空き地の真ん中で長身の女が叫んでいた。そしてその周囲には彼女の演説に神妙な顔で耳を傾ける人々の姿が。俺は広場の入り口で呆然と立ちすく。さもなくばさらなる悲劇をお前たちは目にすることになるだろう。群衆の中には女に対して手を合わせて拝む格好をしている者もいた。何かまじない師の類いだろうか。俺はゆっくりと近寄って、その奇妙な女の様子を観察した。腰まで伸びた髪と鋭く尖れたような容姿、容貌、身なりも小綺麗で
こんな吹き溜まりには全くそぐわない。そして何より印象的な暗い瞳、薄い皮膜を通して覗かれているような不思議と透明で、しかし何か強烈な感情を秘めた瞳、誰かに似ている。こんな目を俺はよく知っている。はい、お兄さん。あ、その突然の声に俺は我に返った。はい、これ奇妙な衣服を身につけた子供が手にしたビラを俺に差し出していた。気になるんだったらこれを読みなよ。教師様の予言について全部書いてあるから。教師様の予言。予言だって？手に取ってみると、そのビラは演出的なほどの細かい文字でびっしりと埋め尽くされていた。その上部には煉獄の書というタイトルらしき文字も見える。おいおい、なんだよこれ。気味が悪いな。まず俺はそんなことを思った。ちゃんと読んだ方がいいよ。教師様を信じないとあんたもすぐに死ぬことになるよ。押し付けがましい笑顔が俺を見上げている。バカバカしい。俺はビラを投げ捨ててきびすを返した。俺だってそんなに暇じゃない。頭のおかしな集団に付き合ってはいられない。だが臆することはない。教師様の復活とともにこの世界には救いの光が満ちるのだから。背後からはひときわ高い女の叫びが響いた。続いて群衆の密かなざわめき。気にすることはない、ただの変わり者だ。そう自分を納得させようとした。それでも女の暗い瞳が俺の胸に残した小さなしこりのようなもの。女の暗い瞳が俺の胸に残した小さなしこりのようなものはいつまでも消えなかった。青い町を離れて俺は雪城に戻ってきた。誰からだい？シューゴ様のお部屋によく遊びに見える、背が高くて少し怖い感じの。よく遊びに来る有島さんですか？あ、違った、当時だな。しかし怖い感じって、まあ無愛想なやつだからな。俺は手紙を受け取ると初音に礼を言って部屋に戻った。あー、当時か。青木当時は上の界隈を拠点にする非合法組織死の腕の構成員で、加えて俺の数少ない友人の一人でもある。たとえ短い期間であろうと警官などをしていれば裏の世界とのつながりはできる。そこにはどうしようもないクズもいれば、何かの拍子に馬が合ってしまうやつもいる。そのあたりの呼吸は
表の社会のそれと変わらない。出会った頃は単なる用心棒だったが、人並み外れた腕力を買われたのだろうか、いつの間にか当時は幹部にまで出世していた。しかし当人の態度は変わらず、ひょうひょうと俺の部屋を訪れては身のない会話をして帰っていく。そんな浮世離れした当時だからこそ、俺も肩肘を張らずに付き合うことができるのだが、裏社会のホープの手紙は簡潔だった。明日会いたい。昼にいつもの場所で待つ。俺は少しおかしくなった。余分な挨拶はなく、要件だけを簡潔に、実に当時らしい手紙だった。しかし明日の昼か、カズナとの約束があるのだが、まあ一緒に連れて行ってしまおう。これ以上ないくらい対照的な二人だから、合わせてみるのも面白いかもしれない。ひでえやつだな。プシッ。気が抜けているせいか、つい大きく水っぽいくしゃみをしてしまう。炭を焚いて暖を切れてるな。分けてもらうか。疲れた体をゆっくりと持ち上げると、膝のあたりを拭い立ち上がる。炭の置いてある外の小屋へと向かう途中、小さな影がすっと横切った。初音、どうしたんだ。見ると初音が勝手口から出ようとしている。こんな時間に出かけるのか。勝手口の扉は半分ほど開けて、初音が立ち止まる。折からの北風が冷たく、初音は襟元を直した。ええ、ウジャク様に頼まれて紅を買いに行くところです。こんな時間に。はい、昼間すっかり忘れてしまって、だから忘れないうちに買っておこうと。ちょっと待って、こんなシーンあったか。しかも選択肢だと。よし、俺が買ってきてやるよ。え、でも忘れたのは初音がぼんやりしていたからですから、そういうわけには。困惑する初音の肩をポンと叩くと、俺は話を続けた。知ってるだろ、ここのところ起きている事件。そうだ、犯人は夜に行動を起こす。そうか、そして静かに。どんなのを買ってくればいいんだ。不祥不祥といった面持ちで、初音は何度も首を掲げると。上野の駅前にあります、夜木堂のシンクというのが宇尺様のお気に入りです。いや、こんなシーンなかったな。なかったな。うん、
軌道ってあれか、真っ黒い看板に主の文字で紅の夜軌道って書いてあるところか。はい、そうです。よし、わかった。じゃあ一っ走り買ってくる。申し訳ありません、シューゴ様。ひょっこりとお辞儀をすると、初音は今来た廊下を戻っていった。初音は宇若姉さんにとても恩義を感じている。その恩義を感じている人からの頼まれ事を失念していたことについてかなり気にしていたのだろう。だからこんな時間に出かけようなどと思ったに違いない。まったく気まじめだな。まあ俺が初音と同じ立場だったら同じようにしていたかもしれないな。いや、めんどくさいから明日にするなんて言うか。苦笑しながら俺は履物に足を入れた。いや、こんなシーンないな、やっぱり。寒風が吹き抜ける中、俺は上野駅に着く。まだ少し時間が早いせいか、北の玄関口は華やいでいた。うわぁ、紅小屋でいいんだよ。紅小屋の前で俺はたじろいてしまう。当たり前だが、中は女だらけだ。夜遅くまで繁盛しているな、この店。じゃない、初音に頼まれた買い物をしないとな。意を決して俺は夜軌道の敷居をまたぐ。刹那、ゾックリと背中に冷たいものが走った。まるで異端者が入ってきたかのような冷たい視線がいくつも俺を射抜く。気のせいだとは思う。いや、思いたい。俺だって楼閣雪城に居候しているんだ。女、しかも夜の蝶に囲まれて暮らしているんだ。女の冷たい視線なんか辛いわけがない。辛い。なんでまたこうも敷居の悪い雰囲気なんだ。あ、居心地か。こうも居心地の悪い雰囲気なんだ。いらっしゃい。急に陰気な声をかけられたので少し背筋が縮む。こんな陰気な声の主がここの主人なのか、あ、主なのか。なんとなくたこ焼き屋の親父に物腰が似ているような。ああ、シンクというやつをくれ。ああ、シンクね。これは手前のお気に入りで、長年うちの看板商品なんですよ。たこ焼き屋の親父よりかは愛想があるようなないような。本当にいいものしか生き残れない。世の中の皆さんの方が賢いってことですよ。同じこと言ってますね。ああ、そうですか。あれ、今のセリフどっかで聞いたような。まあいいか。昔ながらに、これはハマグリだっけ、ハマグリの殻に入った紅を受け取り、初音から預かった 2,3 枚の100円札を渡す。さすがに姉さんの使っているだけ、姉さんの使っているのだけあっていい値段だ。またのごひいきを。怖いわ。なんで笑われたのかわからないまま俺は店を出た。冷たい空気がセッタからしんしんと忍び込んでくる。へっぷし。さ、とっとと帰ろう。あれは？2、3度目をこすってみたが間違いない。7だ。あいつ、なんでこんな時間にこんなところを。思い当たる節はたった一つ。上野の連続殺人事件を追っているに違いない。とっ捕まえて学園に送りつけてやる。俺は
ナナに気がつかれないように四角へ四角へと回り込んでいった。案の定、ナナは俺に気がついていない。何やら楽しそうな顔をしながら駅のガードをくぐった。逃すか。ガードの先にはアメヤ横丁がある。慣れた足取りでナナはアメヤ横丁の中に吸い込まれていった。高校と輝く白熱灯の明かりの中、生臭い魚の匂いやら何かが発酵する強い香りやらが、なんだっけ一体となって俺に襲いかかってくる。ここには何でもある。質さえ問わなければ。くそ、どこに行った。露天商とそれを目当てに来る客の中、制服姿のナナは非常に目立つはずだ。そう、そのはずだった。それなのに人混みに紛れたかと思うと完全に見えなくなってしまった。冗談じゃない、俺の家業は探偵だぞ。その俺があっさり巻かれるなんて。ごった返す客を縫うようにして俺は奥へ奥へと進んでいった。それから10分ばかり飴屋横丁を徘徊したが、ナナを見つけることはできず、ついに俺は追跡を諦めた。無能っぷりが。ふつふつと湧き上がる敗北感を背に押し込め、敗北感を腹に押し込めたまま雪城に戻る。この怒りどこにぶつけたらいいんだ。守護様、不意に背中で俺の名を呼ばれた。お帰りなさいませ。ああ申し訳ありません、お使い立てして。しょんぼりとした初音の顔を見ていると腹を立てていたことがバカバカしくなってくる。いいんだ初音、ほれ紅ならここに。あ？まさか周吾？ちゃんと懐に押し込んでいたのに。もう一度懐、袖。落とした？周吾、お前どんだけ無能なんだよ。すまん、初音。明日ちゃんと買ってくる。シンクでいいんだったよな。ええ、そうです。でも、守護様、お金。げっ。安くなかったよな、あれ。というより、かなり高いものだったな。大丈夫だよ。そのくらいの金なら持ってるって。笑いが乾いてしまった。守護様、正直かなり痛いが、言い出した俺が悪いのだ。心配するな。なあ、俺が悪いんだから。しかし俺も抜けてるな。昨夜は力尽きて寝てしまったからな。ぜひとも今夜は風呂に入らせていただきたい。この時間は店の女たちも使うから本当は遠慮した方がいいんだ。そうですね、時間も時間なので今回はここで一旦切りますか。
ここはね、パソコン版だと、まあ、ムフフな展開があったり、なかったり、なシーンですけども。ベニを買いに行くシーンとか、あれはパソコン版にはなかったはずですね。まあなので、まあいろいろとね、追加のエピソードとかなんかいろいろあると思うので、まあそういうのも見つけられたらいいなと思います。っていうところで、今回はこの辺りで、失礼させていただきたいと思います。ご視聴いただいた方ありがとうございました。